頑張って、はい、沖縄の本当奥地みたいなところまで来てビーチ見つけた甲斐があったね。そしてね、今日の動画で私は伝説になろうと思う。伝説で日本初この格好で海に入る現役医師、この覚悟見ててほしい。格好なしでとりあえずこうぬーってこの辺まで上がるの、うん、やった方がよくない？いいですね。でその後なんかまた袋こうやって水つかんないところからこう上がって取った届けるぞーみたいな。エビリンチャンネル。はい、福岡着きました。イエーイ、はい、さっきインタビューしてたんだけど、うん、もう福岡です。はい、はい、今から早速お届けに行きたいと思います。はい、2人目のお届けは博多です。はい、今夜9時頑張ろう頑張ろうね。はい、では、はい、行ってきます。はい、福岡のお店、今回はお店ですか？お店っぽいよね。うん、着きました。はい、実際にこのドクタービュートピア届けに行きたいと思います。先生頑張ってください。はい、エビリンキュービー第2弾福岡編です。レッツゴー。それでは行ってみようと思います。お届け物です。はい、エビリン急便お届けです。ちなみに今回はなんでこちらご応募いただいたんでしょうか？YouTube 見て気になってて応募しました。ありがとうございます。ちなみに YouTube を見ていて何が気になってますか？ぜひ使ってみてください。嬉しいです。ありがとうございます。持ってないです。持ってない、はい、マジで本当にすごい順番入ってる。あ、順番入ってる。ルミタッチ、そうそうそう、最近発売した製品も入ってる。それでこれからラーメン食べます。はい、とりあえず、はい、博多だしね、うん、デフォルトのを食べてみようと思います。いただきます。皆さんおはようございます。ちょっと上原先生が体調不良でお休みなので一人で街角インタビューをしたいと思います。in 福岡頑張ります。エリリンチャンネルっていうチャンネルなんですけれども、美容系のチャンネルをやってまして、いつも日焼け止めって使ってますか？使ってません。使ってないですか？はい、いつも日焼け止め使ってますか？使ってます。 ありがとうございます。普段、エリリンチャンネルっていう美容系のアカウントをしているチャンネルなんですけれども、はい、今全国を回ってまして、はい、今日福岡にいます、はい、でちょっといくつか質問させていただいた、いただきたいんですけれども、はい、いつも日焼け止めって使ってますか？使ってます。日傘さしてますもんね。そうですね、気使ってます。6割使ってます。6割使わないときはどういったときですか？家にいる日とか、あ、今日は塗ってないんですけど日傘をさせる日は塗らない。面倒くさくて日傘優先。日傘そうなんですね。早速ちょっと質問をさせてもらえればと思うんですけど、いつも日焼け止めは使ってますか？使ってます。使ってません。使ってません。使ってますか？使ってます。なんで使ってますか？なんで、まあなんとなく、なんとなくですけどね。美容男子
いやいや別にそんなに。スキンケアとか他なんかされてますか？化粧水とかぐらい。おぐらい。今日びっくりしてる。え化粧水使わない化粧水使いますそうだ、ね、日焼け止め使ってない理由は何ですか？なんか黒くならないんですよあんまり使わなくて。あまあ確かに。あ逆に黒くなるんで使ってます。気にされてる。黒くならないんでむしろ黒くしたいんで塗ってません。なるほど、ありがとうございます。じゃあ使っている方は赤、使っていない方は青でちょっとシール貼ってもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。っていらっしゃいじゃないですか。なんか使い方間違ってる。間違ってるかも。はい、最後のお届け先沖縄に着きました。暑いね。暑いね、うん、じゃあ天気もねあんまり良くないのがちょっとあれなんですけど、もう夜です。19時、明るいですね。頑張りましょう。はい、お届けは明日なので、うん、最終日頑張っていきたいと思います。はい、それでは皆さん、メンソーレー、メンソーレー、皆さんおはようございます。おはようございます。最終日です。沖縄です。はい、最後のお届けに先生に行っていただきたいと思います。はい、めちゃくちゃ日差し強いザ・沖縄です。はい、もう早速ね、後ろがご自宅なので先生ピンポンを押して向かっていただきたいと思います。はい、ではレッツゴー。届け物です。キリリン急便お届けに参りました。ありがとうございます。今回はたくさんご購入いただいてありがとうございます。はい、ちなみに、はい、一番お気に入りの製品っていうのは何でしょうか？天然ちなみものです。ホワイト珍しい。今回は、はい、これ私が得意で、はい、本当にこう実際に梱包してまいりましたので、ぜひ使っていただいたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。とても嬉しいです。はじめましての上原先生、どうですか？はい、なんかインスタとかテレビとかでいつも見てるんですけれども、すごい素敵な感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。スラッとされてます。いやいや、その最近ちょっと太っちゃって、はい、ビール飲みすぎです。でも沖縄の方がラブミ使ってくれてるのすごい嬉しいですね。はい、やっぱり通販でこの、ね、都会と同じものを同じくいいお値段で買えるっていうのがとてもありがたく使っております。ありがとうございます。あ、ロベンティーのペット。ちょっと何気に私心配なんですよ、私の梱包にボロボロになってないか。そんなこと、はい、いつも通り綺麗に入って。はい、いつも通りですか？はい、いつも通りです。よかった、はい、なんか好きなものも入ってました。あ、本当だ、はい、NFT が2つも入ってる。はい、はい、同じものがね、ホワイトシャイン2つ、2個ずつ全部今回は。ありがとうございます。頑張って梱包した甲斐がありました。福井の皆さん、ありがとうございました。お届けが終わったので、最後はエリリンビームでお送りしたいと思います。せーの、エリリンビーム。はい、さーい、沖縄の国際通りに来ました。お届け企画が終わりまして、最後の企画、街角インタビュー沖縄編行ってみたいと思います。頑張ろう。頑張ろう。おー、ちょっとじゃあいくつか質問させていただきたいんですけれども、いつも日焼け止めって使ってますか？使ってないです。使ってない。使ってます。使ってますか？何使われてます？アネッサ。アネッサ。
アネッサ選んでる理由とかありますか？なんかおすすめされたとか、あとなんか前から使ってたのでずっと、だから今も使ってます。ありがとうございます。ではですね、使ってません青、使ってる赤でちょっとシール貼っていただいてもよろしいですか？すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもお二人日焼け止め使ってますか？はい、使ってる。何使ってますか？なんだろう、なんか紫のパッケージ、紫とピンクのパッケージのやつです。トーンアップのやつですか？あ、そうです、そうです。流行ってますよね、はい、カリスさんどうですか？使ってないです。ありがとうございます。いつも日焼け止めって使ってますか？全然使ってません。ほら、どうですか？使ってません。使ってないですか？ここぬもし難しい使ってないそうです。使ってませんね。なんで使ってないですか？あまり日焼けとか気にしませんね。気にする？しない。しないよね。沖縄多分そうだと思います、ね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと使ってない青シール貼っていただいてもいいですか？ティアも、ティアも、はい待って初めてこんなありがとう。